こんにちは、新海さんです。というわけで今日はお久しぶりにこの方に来ていただきました。江越先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうダイエットではお世話になっておりますので、ね、おかげさまで30を超えても痩せそうな兆しが見えてきましたので、はい、もう引き続き頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、江越先生ともダイエットの先生としての面ではなく、精神科の先生の面としてちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけど、実際、精神科の先生としても病院開かれてるんですよね。あ、そうなんですよ。最近池袋に灯火クリニックっていうですね、みんなの心に火を灯したいなと。なるほど。思いまして、池袋は病んでるなと。はい、そう。池袋を治したいなと。なるほど。確かにね、池袋はね、とんでもない土地だっていうのもこの間先輩とコラボして分かったんで。あ、そうなんです。そうなんです、そうなんです。もともと処刑場があったところだったので。異常なぐらい怪奇現象とか事件が起こるっていう、まあその分商売繁盛はするけれども、住むには適さない土地だよねっていうところなんで、まあ迷い込んで病気っぽくなっちゃってる人はちょっと助けようかなっていう感じですね。なるほど。もうよく行きますけどね、池袋は。いいとこですよね。そんな江越先生の精神科の先生としての、江越先生にですね、結構聞いてみたいことがあったんですよ。はい。っていうのが、まあ実際に精神学って、まあかなりどん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 進化してはいると思うんですけれども、完全には解明されてないところも多いじゃないですか。その通りですね。で、現在分かっている視点で過去にあった心霊的な事象を見たときに、果たしてどこまで説明がつくのか、この辺のことをちょっといろいろ聞きたいなと思っているんですね。はい。まあ例えばなんですけれども、もちろん説明つかない部分はこれは分かんないですと言っていただきたいですし、これはこういう症候群ですよっていうのがあったらそれもお聞きしたいんですね。全部で心霊だよって片付けるのって僕自身もそんなに好きではなくて、まあ分かる範囲のところは解明していった方が戦えるじゃないですか。お薬だったりとか治療だったりとかで。なので、そういった面をちょっと大きく2つに分けて聞いていきたいと思うんで、今日はよろしくお願いします。はい。で、1つ目にお伺いしたいのが、はい、エミリーローズっていう映画ご存知ですか？はい、ちょっとさっき調べました。あ、よかったです。これ実話を元にした映画でございまして、はい、ちなみにご覧になったことはないんですよね。ないんですよ、まあ、見たことない。これはもう結構衝撃を与えたホラーだったんですよね。っていうのが、今までエクソシストとか、まあ、悪魔払いのモチーフの映画っていくつかあったんですけど、まあ、全部フィクションだということなんで、まあまあまあ映画内世界の話だよねっていう感じだったんですけど、エミリー・ローズはなんと実話だよと、いうことで話題を呼んで、はい、実際に劇中、まあ、エンドロール付近で本当の映像も流れてるんですよ。映像っていうか音声ですね、はいはいはい、記録として当時裁判で使われた音声が流れたりして、はい、あ、マジじゃんと、映画にしたからオマージュしたんじゃないんだっていう感じだったんですよ。だ、実際どういった内容だったのかというと、はい、これはですね、1976年にドイツで起こった事件でございまして、このドイツでアンネリーゼ・ミシェルさんという、まあ、女性がいたんですけれども、この子がですね、悪魔に憑かれたというふうなことで、計6人の悪魔に取り憑かれた。多いですね。多いんですよ。まあ大体相場1人じゃないですか。なんですけど、6人の悪魔に取り憑かれてしまって、もう本当に毎日毎日自分の意識を悪魔が支配してくるのだと。なるほど。いうふうに言い始めたんですよね。で、実際親は心配をして、まあお医者さんに見せて、まあ、精神科のお薬をもらったりとか、まあ、処方したりとかしたんですけど、全く良くならないと。なるほど。どうしたもんかなということで頼ったのが悪魔払いだったんですよね。で、実際悪魔払いって日本のイメージだとホイホイ来るイメージがあると思うんですけど、実はですね、かなり手順を踏んで、やらないと来てくれないですし、はい、相当言わないとやりたがらないんですよ。へえ、まあ、教会の司祭様とかも、まあ、すぐ「あ、行くよ」じゃなくて、本当にみたいな、まあ、こんだけ医学も科学も発達してるぜっていうスタンスの人が多いんで、なかなか行かないんですよね。なるほど。でもどうしても薬でも治んないんですって言って行った結果、ああこれはやばいわということで、超短期間の間になんと67回もの悪魔払いを行ったんですよ、はい、めっちゃ払いましたね。もう言いたくないですけど、払えてねえじゃんっていうふうに思っちゃったんですけど、ね、確かに確かに、そう、悪魔話じゃんぐらいの感じじゃないですかね。悪魔強すぎますね。強すぎるんですよ。で、まあ実際この後にですね、まあこれは悲しい話なんですけど、アンネリーゼ・ミシェルさん、亡くなってしまうんですよね。あら。
で、これが死因がですね、餓死で、その当時の体重が30キロ。わあ、かなり痩せてますね。めちゃめちゃガリガリになっちゃってたんですよね。うん、で、最後にアンネリーゼ・ミシェルさんは、聖母マリアに出会ったらしいんです。マリアに？はい。で、聖母マリアに出会って、何を言われたのかというと、この世には悪魔がたくさん救っていると。うん、で、そんな中で、あなたはその悪魔たちを6人背負って、亡くなっていくんだよと。うん、で、あなたがその、まあ、生贄というか背負って亡くなっていくことによってこの世からまた悪魔はしばらくいなくなるから、私の手伝いをしてくださいということで、連れて行かれてしまって、まあ、最終的に分かりましたと言って、まあ、安らかにという言い方で合ってるか分かんないですけど亡くなっていってしまったらしいんですよね。なるほど。なんかマリアの使徒というかね、はい、罪のために自分の身を犠牲にして亡くなっていったっていう、ね、そうですね。で、実際気候は結構あったわけなんですよね、はいはい、まあ、壁をガリガリ引っかいたりとか、うん、暴力的になったりとか、頭打ちつけたりとか、自分の尿を飲んだりとか、あ、尿を飲んだりですね、あったんですよね、うんうん、で、まあ、それらもすごいんですけど、うんうん、極めてまあすごかったのは、例えば、はい、司祭様の母親の名前を出して、うん、お前の母親は娼婦のビッチだったみたいな、なんで名前知ってるんだ、それすごいですね、みたいなことだったりとか、うん、また納屋にですね、これは映画の中でなんですけど、納屋にバーッと駆け込んでいって、はい、その中で6カ国語を喋ったと。6カ国語、はい、へえ。その中で喋った言語が、うん、まあ、いろんな言葉バーッと喋って、はい、私はヒトラーだとか言って、うんうん、中に取り付いている悪魔が順番に喋っていって、はい、で、声色も変わるんですよ。へー。口調も声色も喋りのスピードも変わって、うんうんうん、全く別人が喋っているかのような実際の音声が残っていて、はい、最も奇妙だったのは逆再生しないと理解しない言語っていうのが入ってたんですよ。それすごいですね。すごいんですよ。これが、うん、ごめんなさい、ヘブライ語じゃなくてラテン語。ラテン語。ラテン語。逆再生しないと分からない。分からないラテン語が入ってたりとかして、これらは果たして説明がつくのかどうか。はい、うんうん、まずですね、このアンネリーゼさんの出て最初に出てた症状、壁をガリガリするとか、頭を打ちつけるとか、はい、自分自身の尿を飲むとか、あと昆虫を食べるってね、こういう自傷に力の行為、これちょっとウィキペディアでさっき見てたんですけど、うん、があったっていうことで、このあたりの行動はですね、一般的な精神疾患の統合失調症の患者さんで、うん、まあ、比較的あることですね。あ、そうなんですか。私も全然経験したことがある。まあ、自分の尿を飲むというかはそんなないかもしれないですけど、はい、尿を飲んだ方がいいっていう健康的な妄想とかに取りつかれている場合とか、あとそういう昆虫を食べたら健康になるとか、なんかプラスなことがある、悪魔払えるとか、そういう妄想に取りつかれていた場合はですね、統合失調症の方でまずあると思います。で、全体性としてこのアンネリーゼさんの状態がどんな症状が起きてるか、今の一般的な精神学での診断名を伝えますと、統合失調症と名付ける、診断するのが的確かなと思います。まあ、出てるような症状が もちろん1個目が妄想だと思うんですよね、うん、取り憑かれているっていう革新的妄想、うん、悪魔的なものに取り憑かれているっていう妄想がある。で、統合失調症っていう病気はですね、幻聴って言われて、誰かが悪口を言ってるようなことを聞こえてきたりですね、誰かが悪口を言ってるような声が聞こえてきたり、はい、で、幻覚妄想って言って妄想の方で、まあ、自分がすごい組織から追われているとか、そういう被害的な妄想があるのが一般的な統合失調症という病気なんですね、はい、で、それに、妄想の種類には多種多様あるし、幻聴の種類には多種多様あります、うん、で、この中でよくあるのとしてね、妄想がおそらくあったんだろうなと思うんですよね、悪魔に取り憑かれてた。で、それに対する代償行動、それから抜け出そうという行動で、尿を飲んだりとか、壁に頭を打ちつけて悪魔を追い払おうとしたりとか、あと、なんか昆虫を食べたりとか、そういう行動で必死に抗っていたんじゃないかなというふうに思います。うん、ただですね、このアンネリーゼさんで非常に不可解な問題点、不可解な点としてはですね、まず6カ国語をですね、納屋に行って喋ったっていう行為ですね。この行為はですね、で、人格が6種類分かれてた。で、声色も変わってたっていうもので、これはですね、乖離性障害。乖離性障害っていうですね、病名が今ふさわしいと思うんですね。乖離性障害っていうのは、自分と
自分と他人とのこう境界が曖昧になっていって、うん、まあ、回生障害の一つの症状として、まあ、多重人格っていうのはね、いわゆる流行りですね、多重人格、こう分裂していく人格が、はい、っていうようなのが起きる病名というのが解離性障害っていうんですけど、うん、この解離性障害が少し起きてるかなとは思うんですよ、うん、ただ解離性障害の人って大体まあ、虐待があった人とか、まあ、暴行とか幼少期の頃に両親から虐待があった人が結構解離性障害発症する傾向が高いんですね、はい、で解離性障害でよくあるのはなんかこう性格として追い詰められるんですよ、幼少期に虐待して追い詰められることによって強い自分とかそういう時に対応できる喋れる自分とか負けない自分っていうのをこうグッと生み出して人格をチェンジしてその時の自分を守るための人格っていうのを作り出す、そういうふうにして人格が生まれることが多いんですね。これちなみになんですけど、はい、作中親はその虐待をしているような感じではないんですよ。なるほど。ただ爪でガーって壁を引っかいたりとか、うん、頭を打ちつけるっていう行動を娘にとってほしくないじゃないですか。行動ですね。だからベッドに縛り付けるんですよ、ね、あ、なるほどなるほど。で固定するっていう、まあ日本でもね、そのお年寄りの方とかもバーって認知症の方とかにやったりする時ありますけど、うん、そんな感じで、ベッドから動けないように固定してるんですよね、うん、そういうのがその負けないぞっていうので解離性障害を後発で生んじゃう可能性ってあるんですか。そうですね、後発的に起きてしまう可能性は高いかもしれません。なるほど、まあ、期間が長いとやっぱりおかしくなってくることも多いですし、あとそもそもやっぱりそういうですね、悪魔に取りつかれてるっていうような妄想とかで壁を打ちに頭を打ちつけたと思うんですが、それ統合失調症っていう病気の症状の一つなんですね、はい、統合失調症っていうのはあらゆる精神疾患のてっぺんにあるような病気でして、統合失調症の診断がつけばですね、解離性障害のような症状っていうのも多重人格みたいな症状が起きても全くおかしくないんですよ。これ精神科医の先生でもいろいろいると思うんですけど、精神医学っていうのは僕は結構単一精神病論って言って、全ての精神疾患を統合失調症に回帰していく、統合失調症に集約されていくっていう考えと僕賛成してるんですよね。統合失調症の症状が出てる人っていうのは脅迫的な症状、手洗い続けるとか、あともしくは解離性障害、多重人格になっちゃうとか、そういうのもですね、全部起きてもおかしくないし、解離性障害とか多重人格とか強迫性障害で手を洗いすぎちゃったりとかが悪化していくとレベルアップして統合失調症になることも結構よくあるんですよ。そうなんですか。そう、精神医学って意外と結構進化して最後みんな診断名統合失調症に進化していくことありますね。へー、じゃあ本当原点回帰じゃないですけど、そこに全部返っていく、全部悪化していくとみんな同じそういう状態になります。そしてその種は、はい、変な話ですけど、うん、健常者でも全員持ってるってことなんですね。あ、もちろんそうですね。みんな極端に激しい環境に置かれると誰でもある意味なる確率はあると思います。なるほど。これ今すごくガテンが言ったのが確かなんですけど、この子が6人の悪魔に取り憑かれてるっていうのが、うん、まあ一応言い方あれですけど判明したのが結構後半なんですよ、うん、なるほどなるほど。その最初からじゃないんですよね、うんうん、っていうのはだんだんそれが進行してしまっていった結果、どん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 自分の中で分裂していって、うん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 、マックス6人まで、うんまあ、自分含めて7人まで増えていった可能性もあるってことなんです、ね、あ、めちゃくちゃありますね。やっぱり最初は2人とかだったかもしれないんですけど、やっぱり縛られて動けないし食べれないし自由に活動できないとなると、どうにかして抜け出そうとする、うん、自分の環境を変えようとする代償行為で、それでどんどん人格が分裂していく。でやっぱり解離性障害の人もやっぱりその辛い経験が長くて深いほど、まあ、すっごいきつい思いをしてた人が長い人ほどですね、分裂してる人数が多い傾向がありますね。あ、なるほどな。そこからどんどん辛くなっていっちゃったんだ。そうです、そうです。それこそ私も19人とかこう分裂してる方とかお話ししたことあるんですけど、まあでも病気が治っていくとね、あんまりその分裂しなくなってくるんですよ。へえ。くっついて治っていくというか人格が、うん、言い方変えると悪魔が払えていった。あ、そうそうそうですね、悪魔が払えていったみたいなことがあるんですが、はい、このアンネさんに関しては、はい、どんどん悪化していくばかりで、うん、でどんどんまた悪魔が乗っ取るように人格が分裂していった。なるほど。なっていうので、精神医学的に解釈することも可能だと思います。まあ、悪魔払いって逆に言うとどん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 悪魔を肯定してるみたいなもんですもんね。確かに悪魔の存在、まあ、ある意味妄想を肯定している状態ですよね。みたいなもんだから、うん、どんどん自分の中で具体化されていっちゃいますよね、うん、確かに。でどんどん増えていっちゃうかもしれないし、逆に言うとやっぱ67回も儀式を行ってしまったっていうことが裏目に出ちゃった可能性が
可能性ありますね。やっぱり悪魔払いが、その、まあ、もちろんですよ。僕もスピリチュアル大好きですので、悪魔がいるかもしれないっていう説もちょっとこの後話したいんですけど、やっぱ悪魔払いを悪魔がついてない人にやっていくと、そう、逆に統合失調症の方に悪魔払いすると、悪魔的妄想が増えてしまう。なるほど。悪魔本当にいるとか、うん、サタンだとか、そういう名前とかも覚えていきますしね。まあ、心霊とかもそうですよね。そうです。心霊も悪魔も妖怪とか、うん、まあ、全類が多分そうですもんね。うん、で、これじゃあ、もうちょっとお伺いしたいんですけど、うん、この子が、はい、脳を司法解剖した結果、脳へのダメージが全くなかったらしいんですよ。なるほど。これで幻覚が見えちゃうことってあるんですか？ですね、統合失調症の脳の解剖っていうのは、特に若い人だと何も変わらないことが結構多いです。へぇー、あ、そうなんですか。うん、まあ、結構統合失調症、解剖レベルだと、そのサイズが変わってるかどうかとか、しかは結局わからないわけですよ。うん、統合失調症って発症して20年とかするとめちゃくちゃ脳が萎縮するんですね。なんで明らかに解凍して脳を取り出した時に、あ、すごいこの部分萎縮してる、うん、この前頭葉の部分がすごい薄くなってる、うん、とかそういうのは明らかにわかるんですね。なんですけどアンネさんって発症したのが多分10代前半か後半ぐらいですよね。学生時代ですね。学生時代に発症して、で亡くなったのが、まだ20代ちょっととかかな、うんうん、23歳で亡くなってますね。はい、めっちゃ若いです。まだ若いので、統合失調症による脳が傷ついてる、確かに統合症で脳が傷つくのは事実なんですけど、傷ついてるのが、それが顕在化する、解剖して見て分かるようには23歳のレベルではならない可能性が高いんじゃないか。若すぎて解明されなかったんですね。うん、そうですね。なんで40歳とかで解凍したら、もしアンネさんが長生きして40歳とかで脳を解凍したら、うん、結構40歳にしてはすごい萎縮してるねっていうのはあったと思うんですね。映画内の話なんですけど、うん、最初のきっかけっていうのが、学校の廊下とかを黒い影がふって通り過ぎたりとか、はいはいはい、友人の眼球が真っ黒に瞳孔が開いて、うん、まあ、黒い涙みたいなのをブワーッと流したりとか、まあ、いわゆるその悪夢的なものをリアルで見続けるようになってしまって、なるほど、そこから脅迫観念がすごいわーっとなってしまって、で家でベッドの中で怯えてると、まあ、自分の中に何かが入ってきてグッと支配されていくっていう感じに、うん、なっていったんですよ。またこれまたちょっと話ですか、面白いエピソードで、はい、幻視といって、目で見て変なものが見える、うん、幻覚の中でも幻視っていうのは統合失調症でもほとんど起きないんですよね。で、で逆に取り憑かれて入ってきたとかいう、そういう妄想っていうのは結構よくあります。右の腕が私のものじゃなくなったとか、私の血液が私のものじゃなくなった気がするっていう妄想は統合失調症で結構聞いたことあります。あ、そうなんですか。はい、それはあるんですけど、目が、瞳孔が開いてるとか、はい、黒い涙が見えるとか、黒い影がふっと見えたっていうのは統合失調症の方はほとんど言わないです。そういう視覚的な妄想っていうのはほとんどない。ってことは、きっかけは悪魔だった可能性があるってことですね。いや、おっしゃる通りで、もしかしたらもうこの世に悪魔がいるんだったら、はい、視覚的な変化っていうのは、うん、精神疾患では非常に少ない。後頭葉とかに銃弾が刺さったりとか、うん、脳腫瘍とかの人は幻視っていうね、変なモヤモヤが見えるっていうのはあるんですけど、統合失調症とかの方で幻視が見える方っていうのは非常に少ない。へぇー、じゃあその後自分でどん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 内側で悪い風に進めていっちゃった可能性はあるけれども、うんうん、きっかけは正真正銘悪魔だった可能性もまだ残っているかもしれないってことなんですね。そうですね。あとやっぱ六花粉を喋ったっていうのがちょっと悪魔っぽいなっていうのありますよね。まあ、うん、そうですよね。その全部英語で俺はサタンだとか言ってたらいくらでもできる気がするんですけど、うん、知らない言語で、しかも逆再生しないと分かんない言語とか喋るって、うん、ちょっと人間技じゃないですよね。そうですね。本当にもしそれが事実だったら、それはちょっと本当に別の何かから何に取り憑かれていたんじゃないかと。うわー、ありがとうございます。だからいろいろ見ていった結果、うん、もちろん医学的に説明がつくところ、うん、まあ、こういうふうに悪化していっちゃったんじゃないかなと思うところもあるけれども、うん、やはり全部は分からないということなんです。おっしゃる通りです。本当に統合失調症はやっぱり未だに何も分かっていないことが多いですし、で、まあ、私としては本当に取り憑かれてしまったとか、うん、まあ、そういう人をですね、昔から見るのがすごい好きなんですけど、うん、やっぱり取り憑かれたっていうようなおっしゃる統合失調症の方とかもあんまり原始はないんですよ。
なるほど。視覚的な異常を訴える方は少ないですね。いる気がする。そうそう、悪魔がいるとか、でも悪魔が見えるとかっていう人は少ない。なのでアンネさんが本当に見えてて本当に乗っ取られてたんだったら、あのそういう超常現象なのかもしれないですね。まあ、人間は理解できないものは理解できるものに置き換えようとしますもんね、うん、だからやっぱり悪魔とか、まあ、宗教心が強ければ強いほどあれはサタンだ悪魔だとかっていうふうに脳内で置き換えちゃったりするようになっちゃいますもんね。どうしたら通り。そうですよね。だから何か感覚的なものっていうのをどん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 具体化していっちゃって、うん、最終的にはもうやばいことになってるっていう人もたくさんいる、うん、そうです。ただそう言ってもアンネリーゼ・ミシェルさんの事件は、うん、全部はまだまだ解明されていない。現代の精神学でもちょっと不可解な点がいくつかありましたね。そうですね、うん、だから今だったらねもうちょっと回復の兆しが見えたかもしれないところがちょっと悔やまれるところですけれども、うんうん、あとですね最後に言って面白いのは、統合失調症の方の妄想っていうのはその時代の流行りとかその時代の土着の文化によって妄想が変わることが結構多いです。例えばこれ面白いですよね。めっちゃ面白いですね。これは例えば日本だったら結局その八百万の神とかですね、はい、いろんな神がいるのでそういう神に支配されてるとかいうそういう妄想が多くなってきますし、アメリカとかね海外だったらやっぱりキリスト教系なんでね、サタンとかマリアが聖母マリアがとかそういう妄想が増えてくるので、まあ、中国とかだったらもしかしたら仏教とかね、うん、そういう宗教妄想っていうのは増えてくるんじゃないかなと思うので、だからアンネさんも統合失調症の患者さんがよく言う妄想としてはマリアとか悪魔っていうのは、まあ、あるあるその時期に流行った土着の文化に沿ってるので結構納得はいくところではあるんですけど、いやすっごいわかります。日本でも人がぶっちぎりで死んでるのって東京じゃないですか。死んでますね。なのに怪奇現象とかそういう呪いみたいなのって田舎ばかりで起こるんですよね。確かに。なぜか言われてみれば何々村で起きた怪奇とか。確かになんですよ、はい、で海外もやはりこういう悪魔つきとんでもない儀式とか呪いが起きましたみたいなものって、はい、村で起きるんですよね。へー。なぜかニューヨークの大都会でとかじゃないんですよ。本当はねゴーストバスターズみたいな感じで来てもいいじゃないですか。確かに。でも小さな村でばっかり起こるんで、うん、それぐらいそういう宗教心とかが根強く残っているからそこで起こるっていうふうにも言えるってことですね。あ、おっしゃる通りですね。やっぱり都会とかだと人触れ合い回数多いんで宗教心がだんだん薄まってくることが多いと思うんですよね。で田舎とかだったらやっぱり毎週こうね教会に行ったりとか、うん、そういう文化家族と過ごす時間も増えるし、宗教的な文化っていうのが残ってる時期が多い、うん、なのでそういった妄想がやっぱ田舎の方が増えるのかな、そういう症状というかですね。なるほどなるほど、うん、それ十分考えますね。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ボーリーズジャパン。すごいね金ちゃん。どうでしょう。家に黒リボン、葬儀の時に受けるリボンですね。ダメだよ。いやー、湯気が、あっしめちゃくちゃうまいな。イエーイ、フレッシュだね。なんかおかしい。